オヌマンのシーバ塾、職業釣り師のオヌママサヤです。今回のシーバス塾は簡単3分ルアーチューニングについての授業です。僕がまず使うのはこれですね、ウェイトシール。これアクティブさんのこの S ウェイト、自重3タイプあるんですけど、使いやすいのは僕は 0.5 なんでよく使うんですが、この 0.5 を使ってですね、例えばこのウェイトシールを貼ると何が違うというと、まずルアーのアクションを下ろせる、飛距離アップで、あとレンジが入ることですね。僕昔アイマコモモをシャローランナーで使った時に、たったこのウェイトシールを1枚貼っただけでレンジがね10センチか15センチ変わったんですよ。その15センチ20センチを刺すよ、全く釣れないことだったんです。それからですね、ウェイトシールにこだわるようになった。そこでまあアクティブさんのね、この S ウェイトっていうのは 0.5 と 1g ですね。でしかも白とオレンジとホログラムとね、3カラーある、もしくはね無地のね鉛カラーのもあるので、まあ 0.5 と 1g あれば大体ルアー対応できるので、自分はこの S ウェイトを使って、飛距離アップ、レンジを入れる、そういう2つのために使っております。でアクション重視の場所に貼るとかあるんですよ。アクション重視にしたいのであればフックアイの後ろにつけます。これがね一番アクションを損なわないウェイトシールの貼り方です。どうやって飛距離出す、そういう時はちょっと立ち上がりが悪くなってしまうんですが、テールガースね、テール寄りに貼ります。こんな感じでテール寄りに貼れば飛距離アップにつながります。水平沈下させたい、もうそれはもう現場で試すしかないんですけど、まず僕の場合ここにアイの後ろに貼って、まあだいたい真ん中ぐらいにこの2つ貼っとけば、このウェイトだと大きさだったらばこうやって水平沈下していくので、水平沈下させたい時はまあ2枚貼る、この3つのパターンを試せるのがウェイトシールの特徴なので、細かい調整をしていただくのがいいと思います。で次にフェザーフックですね。このフェザーフックどういう時に有効かというと、トップを出す、あとこれすごい言いたくないんですけど落ち合いですね。落ち合い打ってルアーを水面とかで浮かした状態で使うんですけど、これ不思議なんですよ。フェザーフックをつけただけで吸い込み良くなります。であとポッパーとかトップですね、こういうトップ、トリックアッパーとかジャスティンとかこういうトップにフェザーフックつけると、浮かべてるだけでフェザーが揺れるので、それだけでバイトしてくるシーバスいるんですよ。ただフェザーフックっていうのは飛距離が落ちてしまうので、まあ、そこは使い分けだと思うんですけど、落ち合いの時はもうまさしく秘密兵器になるので、もしドリフトさせててルアー浮かべてボシュって出るんだけど乗らねえっす、そんな時はもうフェザーフックをつけていただくのがいいと思います。であとそのトップウォーターを使ってストップさせる時間を長くさせて、魚にどうにかバイトにさせたい、そんな時にもこのテールにフェザーフックつけるのだけでも、バイト率が上がるのでフェザーフックをつけるのがありだと思います。で最近僕がねやってるのはですね、針先が回ったら今まで捨てていたんですよ。それではもったいないので、もう自分はこう錆びたフェザーフック、この針の部分を折って藍の部分だけ残します。そうすればですね、トレブルフックをついた状態でもこういう感じでつけれます。簡単につけれるので、もし、フェザーフックを持っている方がいらっしゃいましたら、針の先の部分だけ折って、こうすれば即席ですぐパッてつけれるので、こういう節約方式でやってみるのもありだと思います。で3つ目です。最近ちょっとハマってるぬめり、これをですね、リップタイプなので手が汚れにくいです。ルアーに塗ります。匂いがつくのと、あとルアーにぬめり感があるので、加えた時に魚が加えてる時間長くなる。であと面白いのがワームに塗るじゃないですか。例えば皆さんも曲がったワームとかありますよね。そういう曲がったワームがまっすぐになる、そういうワームをね補修機能もあるので、匂いプラス魚の加えてる時間、そういうのに有効なので、ちょっとタフだなと、そんな時におすすめなのが、あえてフォーミュラーを塗る、こういうのも試していただくといいと思います。で次に4つ目です。これね超言いたくなかった僕の裏技なんですけど、僕このデプスさんのブレードよく使ってるんですが、ジャスティンみたいに3フック真ん中につけます。まあ大概の人ねこれ1個なんですよ、僕2個です。それは何でかというと、こう動かした時にめっちゃ金属音出るんですよ。この金属音が出た時によって、ジャスティンのこの115のサイズでもかなりアピール力アップする、そういう理由もあって、例えばベタなぎでも水がどっちゃ濁ってる時とか、そういう時ってこの金属音結構効きます。当然難点はあります。それはゲドウがよくするでしょ、バスであったりナマズであったり、ちょっとゲドウのヒットはすごい増えてしまうんですけど、かなりあの激濁りで効くので、あえてこのデプスさんのブレードの2枚付けですね、
こういう使い方もあるので、トップウォーターにこの2枚付けで金属音を出すというラトルパターンもあるので、ジャスティン115を持ってる方試してみてください。次にこれ僕現場でやるんですけど、例えばこのトラップシャット、ちょっとシャットが強い、でも3トラップ持ってない、どうしよう、そんな時ね、これ簡単です。もったいないけどブチテール切っちゃいます。もうこうすればほぼ3トラップ、そういう使い方もできるので、もしシャットテールを使ってて、ちょっと今日シャットテールがアピール強いかなと、そう感じた時は簡単にシャットのねテール部分を切ればこうピンテールワームになるので、即席そんな時用に対応できるので、ぜひこのシャットテールのカット試してみてください。で次にあれですね、これですね、マッキー黄色、もうこれはもういつも僕フローティングベストに入れてるんですけど、何に使うかと言いますと、金黒ゴールド系あるじゃないですか。ゴールド系しか釣れない人結構ある、僕の中で川では非常にあります。やばい今日ゴールド系ない、どうしよう、そんな時はですね、この黄色のマッキーをですね塗るとですね、これイワシカラーだったんですけど、マッキーで塗ったやつなんですけど、ゴールド系に変身です。もうすぐできちゃいます。マッキーの黄色さえあれば、シルバー系のルアーに塗れば簡単に金系のカラーができるので、自分が手持ちでゴールド系のない時はこのマジック一つで即席でゴールド系のカラーを作れるので、マッキーの黄色は常に用意した方がいいと思います。で次にですね、サンドペーパーです。これ何に使うの、貼りとくの、違います、自分だけの秘密のカラーを作るために使います。僕はこのパール系でとかをやるんですけど、あえてこういうパール系をね、このサンドペーパーで削って、ゴーストとやる、若干曇りガラスのような感じであります。これ水の中に入ると結構いい感じでクリアになるんですよ。だけど通常のクリアみたいに向こうが見えないから、意外にこれ効くんですよ。これね、寒い時よく効く。これもね、あもう誰にも言ってない僕のシークレット的な即席の技なんですけど、クリアカラーがない時即席で作れるので、フローティングベストにこれで1枚だけね、こうサンドペーパー入れとくっていうのもありなので、サンドペーパーによるクリアカラーの付け方試してみてください。次にですね、例えばですね、フック効果、なんでそんなのやってるよって方多いと思うんですけど、実はこのフック効果、フックサイズを変えるだけでルアーの動きって変わるんですよ。例えばですよ、6番フックがついてるとするじゃないですか。これに8番フック搭載しますよね。何が変わるかというと、まずルアーのキレが良くなります。さらにレンジが上がります。たったフックのサイズをちっちゃくするだけで浮力も上がり、ルアーのキレが良くなる。だから僕いつもやるんですけど、基本推奨フック6番とか書いてあるじゃないですか。必ず1サイズか2サイズ落とすようにしてます。それでキレとレンジを上げて、より釣りやすくします。メーカーさんによってはね、ちっちゃいフック乗せてくれって言ってるんですけど、針が伸びるからって言って乗せてくれないんですけど、僕は基本ルアーのフックはちっちゃい方が釣れると思っているので、例えば6番だったら8番とかね、あえて一回り二回りのちっちゃいフックに変えて、浮力とレンジアップとルアーの切れを出すようにしています。逆に例えば8番フックから6番フックに交換すると、レンジが入ってアクションの切れが鈍くなります。逆にね、ルアーのアクションが鈍い時釣れたりすることもできるので、ルアーフックのサイズ交換するだけでレンジを上げたり下げたり、アクションのキレを出したり抑えたりとね、そういう技もできるので、フックだけのチューニングもあるので、いろんなレンジ調整とアクション調整するのもありだと思います。概要欄におすすめのアイテムを載せていますので、チェックしてください。そしてさらにマル秘チューニングやマル秘タックルセッティングを知りたい方はシーバス大学へご入学ください。 YouTube では公開していないシークレットな情報を公開しております。気になった方は概要欄かここをクリックしてください。いいね、コメントは今後の動画の参考にさせていただきます。チャンネル登録していただければ、新作動画を毎週2本お届けします。